はい、コモンチャンネルバイク小林幸のスピンオフ動画を撮っておりますが、今は鈴鹿サーキットでホンダの CBR1000RRR の撮影会に来てまして、で、まあ、ご覧のようにね、CBR エンジンかけられる状態なのにもかかわらず乗れなかったんだよけども来たので、今日は電車でこんな感じ で、なんか私服をこの前褒められてちょっと嬉しかったんで、今日はこのこれは多分70年代の古着の革のパッチワークのコート着てて、あれバイク1台しかなくなっちゃった、いなくなっちゃった鈴鹿サーキットに来ております。結構寒い、今日は12月の12日で、スピンオフ動画は今日も、勝手に、いつも担当 M さんにカメラを回してもらって撮っておりますが、鈴鹿サーキットは私のかつてのホームコースでもあって、鈴鹿選手権なるものに無謀にも出てた時代もあり、スーパー NK っていう 1000cc とかのクラスにですね、私は忍者の 900R とか、あと ZRX の1100とか、そういうバイクで、全日本クラスに出てる人たちクラスと混じってですね、ベベの方で走ってたりとかして、でもその頃ね、ここは池とかあったりとか、あとここね、かつてのかつてここはスキー場になってたりとかね、知ってんのかな、みんな覚えてんだろうか、そういうのがあったりとかして、だからバイクで昔なんだっけ、オーバーパンツとか履いてくると、スキーの人はあっちとか言って回されるみたいな時もありの、まあ、そんな感じ。寒いですね。で今年は、実は鈴鹿8体以来 で8体も今年もなんか台風が来てたりとかしてて、当日朝忍者で来て、で初めて鈴鹿8体の当日朝来るっていうのは多分私今まで初めてで、それで気がついたのは、朝の8時とか9時を目指して来ると意外と地元の人がそのぐらいの時間に来るっていう、なんか名古屋とか、まあ、この多分四日市界隈とかの人たちは朝適当な時間に出て、まあ、その11時半なりのスタートに間に合えばいいやぐらいの感じで、来るんだなっていうのがよく分かって、意外とそのぐらいの時間って高速道路でじゃんじゃんわんさかバイクがいたりとかして、それはそれで面白かったなという感じでした。本当はなんだっけ、逆バンクでキャンプって言って、そっちの方のなんか逆バンクの今ですね、金網越しにここ逆バンクで、あっちの向こうに、元ガチンコのレーサーの浜口さんがやっている逆バンクでキャンプで、バイクだけがそのエリアに入れて、もうコース際でキャンプをして、観戦もできるっていう、そういうのを来てたんですけど、さすがに今年はちょっと台風でやばい、去年も実は台風で、去年はなんか避難韓国かな、韓国が出て、近所の中学校の体育館に避難したっていう、そういう話もあったりして、そんな鈴鹿サーキットですけどね、最近そういえば GPZ900R レーサー10年寝かせたやつの、シートが出来上がってで、私の願いとしてはですね、ここの鈴鹿サーキットの東コース、もうすぐそこで、折り返してこの最終コーナーに行くっていう、ここ東コースのこの最終コーナーこう走るっていう、昔選手権出てた時はその東コースを走ったんですけど、それを自分の忍者で、1分切ったことがなかったので、1分00000っていう、記録はあるけれども、それ切ったことがなかったので、
ぜひね、あの今時のタイヤで履いて、それからも結構練習したりとかしたので、今だったら切れるんじゃないかなとか思いつつ、切りたいなと思ってるんですけどね。でもなかなかちょっと走らせる機会がないんですけど、まあ、来年ぐらいにはぜひ復活させて、レースじゃなくても走りたいなとは思っておるわけなんですけど、そんな感じでまただから来年また鈴鹿に来年は走りに来れればいいなとちょっと思ってたりします。あ、っていうか CBR の話、 CBR のスピンオフだ、そういえばCBR の、そうそうそう、私実はあんまりねこの線ってね走ったことないんですよ。乗ったことはね結構前のモデル1回ぐらいちょろっと乗ったことあるかもしれないけど、ちゃんとサーキット走ったことがないので、なんかもし機会があったらね、呼んでほしいなと思ってるんですけどね。うん、CBR シリーズは 600F っていうバイクがもうとってもいいバイクで、あれはすごく気に入ってたけども、まあこれはもちろんレーサーレプリカっていうかベースなので、またそういう乗りやすさとは違うかもしれないですけど、このね最新の技術をこの制御系を持ってしてね、なんか怖さもなくなるのかなっていう気もして、乗ってるじゃん、乗ってるじゃないですか、乗らせてくれよ、乗りたいな、ホンダの担当の方は普通に乗っている、あんま映しちゃいけないんだ。そうですね。ちょっとあえては言わんください。いいな。まあそんなわけで、鈴鹿サーキットから今日は電車で帰ります。さよなら。さよなら。